さあズッキーもやってもらおうか、久しぶりに。パラノマサイトファイル23、本所七不思議。へえ、面白そう。オプション、ゲーム終了。遅くない？絶対ずれてるよね。反応速度ジジイになってる。今だって2秒後ぐらいに言ってるよね。はい、どうも皆さん、えずきです。今回はパラノマサイトファイル23、本所七不思議というゲームを、今回から始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、面白そうね。え、面白そうだね。もしかしてホラー？ね、一応ホラーまさかとは思うけど、ホラーなんちゃらだったかな、群像ホラーだったかな。この雰囲気でホラーね。いや、まんまだろ。いつまで茶番やってんだ、久しぶりだね。はい、何一つ記憶にありませんが、やっていきたいと思います。はい、どこからなんだろうこれ。ね、よ、気持ち的には、うん、いつ撮りたいって言ってたっけ、なんかさ、これ、あ、今年入って、うん、3月か4月に続き撮りたいって言ってるのか、言ってた、うん、けどこれ以前に撮ったのが、何月なの、そもそも、今2月やん。8月です。あー、オートセーブ8月やって。2023年8月中、半年経ってんねんや。やばすぎ。そんな覚えてるわけないわな。そういう世界はシギマハレホロシギマや、シギマ。あー、ほんとだ、シギマハルエさんと今カイリヒタさんのターンなんだね。うん。でもなんか結構前の記憶しかないから、あの哲夫ちゃんとあのエリオジュンのパートが激アツだったってことしか覚えてないんだよね、私。あー、で飛迫石鹸によってんのか。そうだね。で、シギマハルエとカイリヒタの目的としては、うん、その何、呪詛を使わずに、うんうんうん、あの相手の呪詛玉をもらえないかみたいな感じだよな。あー、そっか、能力使うとこっちが加害者になるというか。そうそうそう、ね、それだけはその避けたいから、うん、そう、人を殺さずしてなんとか残滓回収できるかって、うんうんうん、そうか、もう呪いのその残滓が溜まってるやつを回収することで最終的に息子の、そう、蘇らせれないかっていう話。うんうん、修一くんを。修一くん。うんうんうん。ほんだ、キャラの名前すらも。名前見てようやくあーってなってるもん。ね、今、記憶が。一番上、一番上、一番上。大きい家。大きい家。あ、飛迫石鹸の企画部か。そっかそっか。そうそうそう、飛迫石鹸だよ。そうだそうだ。ってことはやっぱ、あれじゃん。なんだっけ。また忘れちゃった、あの使い魔みたいなやつ、弓岡。だ、こいついるんじゃね、飛迫石鹸の中に。やっぱりまあおるやろな。ねえ、でもこいつは銃影持ってないよね、別に。持ってないはず。要はね、話そう。そういえば飛迫の受付ロビーでもう一個気になる話を耳にしてね。あ、もう話したんだっけ。何？なんでも今朝発見された変死体の一人は飛迫石鹸の従業員だったとかどうとか。あ、大きいでしょ、ね、ああ、そうかそうかそうか。え、まだ被害者の身元は公表されてないから噂の息は出ないけどね。いずれにせよ飛迫石鹸は七不思議の呪いに深く関係している。社長がなんかめっちゃ魔女みたいな人みたいな話じゃなかったっけ。そう、集めてんじゃないっていう、だよね、そう、弓岡を使って回収させてんじゃないっていう。だから、まあながち弓岡が使い魔でもおかしくないっていう。あ、じゃあ使い魔じゃん、やっぱり。とみたいな話も前にしてた、うんうん、忘れてんな。それがはっきり分かっただけでも十分な収穫だ。情報が多ければそれだけ交渉材料が増えるということだからね。はあはあ、どんな感じでやってたかも覚えてないほんまに。いや、でもカイリヒタさんそんな感じだったと思うよ。やったかなってイメージしてやってるわ、うんうん、てか多分私よりズッキーの方が覚えてんじゃない。多分覚えてる。うん。女帝と呼ばれ魔女でもある飛迫の会長が蘇りの秘術を得ようとしている
ということか。魔女魔女って言ってたわ。スカイマや。まるでおとぎ話のような展開だ。真偽はともかく、私たちはそれを出し抜かなければならない。ふむ。え、じゃあ移動すんのか。他はだってするんじゃない。うん、行けないもんね、場所移動。うわ、え、もう記憶にないけど。探索したんかな。あ、駒形高校。多分高校は行ってないね。公園も行ってないんじゃない。どっちも行ってないかもね。高校はさ、あれじゃん、足宮のおっちゃんが多分いるから、うん、なんかメインになりそうじゃない。なのかな。うん、足宮のおっちゃんのなんか犯罪を目撃したみたいな人じゃなかったっけ。え、違うっけ。聞いたんじゃないの。あ、聞いたんだ。あ、見たんや。そう、見たんや。そう、なんか面影があったのよみたいなさ。そうそう、言ってた言ってた。そう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 、だからこっちがメインになりそうだから、こっちから行くか。えい。そう、発見者って言ってたわ。うんうん、緑町公園。さあ、着いたぞ。なんと、ここが緑町公園だ。え、それだけ。なんとって何。あ、でも周囲チェックってる。そうだね。から調べてんのか。かな。ああ。今ここで得られる情報はなさそうだね。あ、ないんかーい。どこ行きゃいいのじゃ。え、じゃあ高校か。あ、無駄足だった。早く別のところへ行こう。あ、すいません。高校かな。高校ってことだね、多分ね。いや、このゲームちょっと怖いのが、うん。漢字がむずい。あ、そうなのよ。説明とかがむずいのよ。さて、渦中の駒形高校に来てみたけれども、教師の遺体が発見されたわけだから、当然警察ががっちり封鎖してるようだ。そうだった。変態教師が、そうやな、殺されてたよな。そうそうそう、なぜか校庭の真ん中でみたいな話だったな。今日は休校になってるので、周囲には行き場をなくした生徒たちが行き交っている。周囲と校門があるのか。まあ、なんとかして入れたらいいけど。そうだね。うん。野獣の姿もあって周囲はザワザワしてるね。これなら僕らがここにいても目立つことはないだろう。いや、目立つやろお前の。なかなか派手な格好してるからね。学生の中には混じれないよな。校門。立場の警察官が校門封鎖している。まだ現場検証しているようだね。うんうん、話す。この場所は本所七不思議のバカ林の怒りの地でもある。やっこちゃんが持ってるやつだね。うん。頭主がここに現れてもおかしくない。そうだ、頭主だ。ただ城之内が頭主だったのかどうかは調べようがないかもな。うんうんうん。警察は呪いなんて知らないだろうから、さぞかしこの事態に戸惑っているだろうね。さて、ひとまず周囲にいる生徒たちに聞き込みでもしてみようか。なんか沢尻エリカいるわ。別に。別に。聞き込みを頼む。うん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 。まあ聞いてみた方がいいんじゃない。そうだね。何事も情報を足で稼がなあかんから。探偵だしな。生徒たちに、白石道代のことを聞いてみよう。みちおちゃんね、あれだね、亡くなった子だよね。うん、お下げの。うんうん。行ってきたよマダム。お帰りなさい。何か情報はあった？ああ、若者たちは刺激的な情報に振り回されるのが相当お好きなようだ。まあそりゃそうだな。城之内と白石みちおに関する真偽不明の噂話が大量だったよ。ま、そうでしょうね。どれも取りに足らない噂ばかりだったけれども、一つだけ気になる話があった。なに？城之内を殺したのは実は白石道夫の仕業だという話だ。あ、なんか白石道夫の呪いだみたいな言ってたよな。そうだよね、こう助けてくれ、ずっとなんか呪い殺されるみたいなさ言って、カイリヒタにも相談してたやつだったよな、確か。やったはず。うんうん。え？
その根拠は2つ。1つは、これは僕も聞いたけど、城之内本人が数日前から白石道夫に殺されるといったことをぼやいていたからだね。うんうんうん。これは同僚の教師がたまたま見にしたのを一部の生徒にこっそり教えたのが情報源だ。おいおいおい、噂好きの教師がいたもんだな。そんな話をされたら、あっという間に電線電波電波電波するに決まっているものね。そしてもう一つ、夕べの遅くにこの学校の付近で制服を着たお下げ髪の少女を目撃したという証言があったそうだ。お下げ髪の少女なんていっぱいいるだろ。この時代おるやろうな。ねえ、まあはっきり顔まで見たわけではないようだが、どうやら目撃者が複数人いるらしい。なので白石道夫が蘇ったか、あるいは怨霊となって現れたのかっていう噂だよ。もちろんお下げ髪の生徒なんて他にもいるし、注目されるための、虚言の可能性だってあるがね。そう、まあ、白石道夫が殺されたことに対して恨みを持っている子が白石道夫に代わってお仕置きというか、もうなんか道夫に代わってお仕置きようなのかもしれへんな。なるほどね。こうあるポーズをしながらそう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 、自分でその道夫ちゃんがこういう髪型してたなみたいなんで、自分でその髪型にしてるかもしれないしね。うん、うん、だからその変態教師城之内を懲らしめるには、その道夫の姿になって懲らしめるのが一番やろ、うんうん、みたいな、うん、確かに考え持ったやつがおってもおかしくないな。うんうんうん。もしそれが本当なら、その現れた白石道夫に誘拐事件についてぜひ証言してもらいたいものね。それができるならばとても助かるね。なんか道夫ちゃんが誘拐したのではみたいな。あ、そうやな、そうやな、うん、周一くんを誘拐したんじゃないかって、うんうんうん、そう、あのすごい記憶に残ってるのは、不審者が男だとは限らないっていうのですごい目から鱗だったっていう記憶があるから。あー、そう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 、最初はなんかこうな、誘拐するってなったら、うん、男性のイメージがこう強いけど、うん、でも女性とかそれこそ同じ子供とかだったら不審者とは言わないのではみたいなさ。そうそうそう、あったよなね。それからもう一つの情報だけど、白石道夫の住所が分かったよ。住所録を持ってる可能、住所録を持ってる生徒がいたからね。うんうん、それは有益な情報。しかし、みんな住所録があって当たり前だと思ってるようだけど、個人情報が続けなのは全くもってよろしくない。まあね、小学校の時なんて当たり前だったからな、なんか家の電話番号、なんか連絡網みたいなさ。あったあったあった。あったよね。でも今考えるとすごいことだなと思うわ。なんか親の携帯電話番号みたいなのがこうずらずらって並んだやつとかあったもんね。そう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 、紙にまとまってるんだよね。これではよからぬ考えを起こした相手にも簡単に住所がバレてしまう。うんうん。でもそういうものじゃなくて。そう、今はそれでいい。ひとまず白石道夫の自宅にも行けるようになったしね。いや、でも今はもう考えられないな。考えられへんよな。うん、ちょっと無理かも。ちょっと情報流しただけすぐピザの配達来るからネットって怖い。怖いよな。うん。しかし学校内でこんな事態が起こったのでは、生徒たちも不安になるだろうね。明日以降学校が怖くて来られなくなってしまう生徒が出なければいいけど。うん。いや、したいと、ね、自分たちが同じ目に遭う可能性もな。ああ、確かに。なくはないし。うん。こう朝めっちゃ早く学校に来る人とかがさ、そのまず警察が来る、この封鎖する前にさ来てたらこう見ちゃうわけじゃんね、その遺体をね。死体とか。そう、それはトラウマになるかもしれないね。警察は事件の解決しか考えていなくて、そんなことまではお構いなしだからね。そうね、解散。
心なしか警察官の様子を見て警戒しているように見える。小説なんかでは探偵という存在は警察に疎まれたりするけど、本当なんだろうか。なんだ今のカメラアングルは。舐めるように見てたけど今リスカさんのこと。ねえ、そう、胸元特に見てたよね。右肩から左肩まで。マジマジと。あれか。まあ、みちよちゃんの場所が分かったからそこに向かうのかなって感じかな。一応考えるわ、やっとくか。白石みちよの家か。親兄弟が何かを知っていればいいけど、自殺したばかりでそんな話を聞けるかどうか。高校生にもなれば親に隠していることも多いだろうし、犯罪に加担していても知らない可能性もある。てか お父さん、なんか血がつながってないお父さんと仲が悪いみたいな話じゃなかったっけ。話やな。だよね。あ、白石道代宅行こうか。白石家付近なんか出そうだな。おー、びっくりした。リヒターが出たな。そう、ドーンってうっすら出てきた。お帰りなさい。どうだった？ああ、白石道代の実家だという母屋を訪ねてみたけれど、うん、長屋か、長屋、長屋かな、長屋か。何の音もなかった。部屋も暗いし、留守のようだね。新聞も溜まっていたから、もう何日も不在にしているようだ。そう。困ったね。周囲この辺りは比較的静かな、いかにも住宅地らしい区画だ。まだ長屋も残っていたりして、いかにも下町という感じだね。うん、なんか雰囲気出てるもん。他周り調べられたりとか、なんかこの辺いるんじゃね。鳥いない？あー、なんかナメドリやったっけ。そうそうそう、いないか。なめんなよ猫。そう、なめんなよ猫のモチーフの鳥たち。いないね。さすがにおらんか。うん。こういったごちゃごちゃした路地裏は慣れていない。ここまで来るのにもおっかなびっくりだったけど。カイさんは私よりよほど背が高くがっしりしているのに、ひょいひょいと慣れた様子で案内してくれた。探偵だから尾行や調査で慣れているんでしょうけど、大したものだ。うん。下町は近所付き合いが深いようなので、少し周辺で聞き込みをしてみたけど、ご近所のマダムたちが聞いてもいないことまでいろいろと教えてくれたよ。うん、噂好きですから。おしゃべりマダム。うん。どうも、ここ1年くらいの白石家は近所でも評判が良くなかったようだね。ほうほう。そうなの？ああ、順を追って説明していこう。まず、白石家がここに越してきたのは3年くらい前。めっちゃ関係ないけど言いたいことがあるんだけどさ。ああ。めっちゃカイさんのベルト、仮面ライダーのベルトみたいだね。変身しそうやな。ねえ。なんか、ベルトにしか目いかなくなっちゃった今。以前は、区内の一等地に住んでいたようだけど、白石家の主人が交通事故で死亡し、母子家庭になって引き払ったようだ。うんうんうん。で、母親の白石敏子とその娘の道代がこの家に越してきて。敏子、初めて出てきたな。初めてやな。うん。しばらくはご近所とも仲良く、家族同然に助け合って暮らしていたらしい。うんうんうん。それがどうして。再婚相手なのかな。だね、多分。その事態が変化したのが1年ちょっと前のこと。母親、敏子の内縁の夫と思われる人物が白石家に出入りするようになった。内縁の夫？内縁の夫っていうのかな？夫でいいのかな？内縁の夫？なんだろう？そもそもそれはどういう存在だ？ちょっと調べていい？うん。婚姻の届け出をしていないために法律上の夫婦と認められていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方のこと、だって。ん？え？まあ、右から今左抜けてった今。婚姻届は出してないんだけど、事実上結婚してるみたいな。
事実上パートナーみたいな。ほぼ夫みたいなね。あ、そうそうそう、そういうことらしいよ。じゃ早く婚姻届出せぐらいの感じか。うんうんうん。だから籍は入れてないってことじゃない。うんうん。うん、その男の名前は岩井寛吉郎というらしい。岩井寛吉郎、ほう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 。寛吉郎。なるほど。名前まで漏れ伝わるとは、井戸端の情報も凄まじいね。すごい。まあ、内縁の夫？岩井。その岩井がまた、いかにも柄の悪い人相で、どうやら前科を持っている人物らしい。ああ。わ、気に食わないことがあるとすぐ暴力を振るうので、罵声や悲鳴がよく自宅から漏れていた。なんでそんな人を事実上の旦那にしちまったの？この、春江さんの顔好き。うん、いいね。この子にだけは手を出さないで、と言った。としこの悲痛な叫びに、近所もざわついたそうだ。うんうん。ドン引きしてるもんな、春江さん。ひどい。その他にも、夜な夜な怪しげな呪文のような声も聞こえてきて、気味が悪かったそうだ。呪文か。ほう。ほう。それからご近所との関係も気まずくなっていたようだね。あれかな、呪い殺したりしたのかな、お父さんのことを。もうどうなるの。ねえ。それ以来、トシコは傷だらけで出歩く姿がよく見られるようになり。いや、かわいそう。声をかけてもうつむいて何も答えなくなっていった。白石家は昼間でも雨戸を閉め切るようになり、完全に孤立していったらしい。うんうんうん。それって事件じゃないの？どうにもならないの？残念ながら家庭内の痴話喧嘩には警察は関与できない。少なくとも現行法ではね。ああ、まあ今も言うてそこまで介入はしないイメージあるけど。まあ民事不介入みたいな言うからな。うん。そんな。そして先週、道夫が自殺してからは、岩井との関係はより険悪になり、トシコは心身を痛め、ついに入院してしまったそうだ。ああ、だから家に誰もいないのか。で、岩井はそれ以来、出入りする姿を見なくなったというわけだ。話を聞いた感じ、娘の白石道夫に同情する声は多かったけど、総じて白石家を迷惑だと感じていた人が多く、やっと静かになったと安堵している様子だったよ。いや岩井のせいだろ。岩井が悪いだけで白石家は悪くないと思うけどな。まあ落ち着きはせんわな、近所的には。そんな罵声とかずっと飛び交ってたら、まあね、そう、ちょっとどうにかしてちょうだい、追い出したらどうなのとかって思ってたのかもね。あえてそれを伝えるのもな、難しいし、うん、こっちにまで飛び火が飛んでくる、嫌いしな。まあ確かにね、変に首突っ込むのもね。引っ越して3年程度じゃやはりよそ者だという認識が強かったようだね。3年でもよそ者なんですか。最初仲良くしてたのに。あ、ねえ、家族も同然だったみたいな言ってたのにな。よくわからないのだけど、どうしてそんな野蛮な人と交際なんてしてしまうの？交際した途端手のひらを返したように態度が王兵な態度でいいと思うね。態度が王兵になる例は、よくある話だよ。うんうん。そうでなくとも白石敏子は生活に相当困っていたようだし、娘を高校に進ませたいという願いもあり、甘い言葉につい頼ってしまったんじゃないかな。でも前科があってってなったら、なんか働き手とか別に給料とかもいいイメージないけどな。なかなか見つかりにくいような気がしちゃうけどな。そういう世界もあるのね。モラハラ反対。マダムには実感が湧かないようだね。まあいろいろな人生があるのだよ。人物リスト、寛吉郎。いや、これは前科持ちやわ。前科持ちの顔してるわ。すごい人相の悪さ。
男、あ、いや、しかも無職じゃん。いや、こんな紫のスーツに、黄色のシャツは、その道のやつやろ。白石道夫の母親、白石俊子の内縁の夫。なんでこんな人夫にしちゃうかね。一年と少し前から白石家に出入りするようになった。懲役刑に服していった、過去があるらしいが、詳しいことは不明。まあ、確かに金は出てきそうやけどな。まあね、なんか。いろんなところから金は出てきそうやけど。裏からね。あれ。にしてもよ。にしてもだね。あの、お母さんは出てこないんだ、まあ。お母さんないのかな。そうだね。おい。うお、びっくりだ。おや、ああ、リヒタさんがホラーになったかと思った。そうか。ここで来たか。ん？どうかしたの？お、おー！鉄腕ドエリオジュン！開口。来ちゃったね。あ、その話、もうちょっと詳しく聞かせてもらえるかい？リヒタ。知り合いなんだっけ？そうそう、ここ同僚じゃなかった？同期なんだよ、確か。はぁ。そう、カイ・リヒタとエリオ・ジュンが同期のはず。ねえ。ここか。鉄道ルート。うん、高級寿司。うわぁ、激アツなんだけど。ようやく。いや、半年。ガチ半年。すごいなぁ。高級寿司、堤哲夫、前回のあらすじ。日暮れまでがタイムリミットである以上、時間を無駄にはできない。そんな中、堤とエリオは、駒形高校と白石家に調査の足を向けることにした。っていうので、出会うんだね。いや、かっこいい。来た、この BGM。白石家で開校するから、まず高校からいいかな。駒形高校だね、うん。いや、エリオジュンどんな感じでやってたかも覚えてないわ。午前9時台。駒形高校です。今日は臨時休校になったので、生徒たちも困惑してうろうろしているようですね。ふむ。体育館。駒形高校の体育館は投票所や避難所の役目も担っています。この辺りにはまだ木造の建築物も多いですが、これだけ頑丈そうな作りなら安心できますね。はい。教師の遺体が発見されたことが報道されて、野次馬も集まってざわめいています。警官も立っていて、周囲は物々しい雰囲気に包まれてますね。そっか、これ鉄夫ちゃんがいっぱい喋るわけじゃないんだ。大変だ。ほぼエリオジュンやな。くぅ。ここ駒形高校は吉見が担当していた生徒が在籍しているだけじゃなく、そっか、吉見はじめも死んじゃったんだっけか。本所七不思議、若林の場所でもあり、実際教師が呪い殺された現場でもあります。今回の件と関係が深いので、何か手がかりがあればいいですけど。ん、俺の服に何かついてます？もしかして匂います？唇うーってする。 どうした？でさ、口塞がれてる。何も喋らんやん。でちょちゃん、これ今話したんだ、ね、うん。ベリベリ。事件の関係者に話を聞きりゃいいが、そう簡単にはいかねえか。これ心の声やから。確かに喋ってない。実際には喋ってない。くそ。現場検証のため、現在校門は封鎖されて立ち入り禁止になっています。今はまだ忙しそうですが、後で現場の担当にも話を聞きましょう。いや、ここ話聞きやすいね。やっぱ警察有利よな。そうだね。吉見はじめは墨田署地元のこの学校の生徒の面倒も見ていました。ん？合ってる？墨田署地元ので合ってるのか。墨田署地元のこの学校の生徒の面倒も見ていました。非行に走る学生については、
何年も前から問題になっていますが、聞いている話ではこの学校も例外ではなさそうです。資料が更新。少年飛行。ほうほうほう。昭和中期を抜けると青少年の飛行が増加する時代となった。生徒間だけでなく教師へも行われた校内暴力に器物破損といった深刻な事件が全国の中学校高等学校へ広がっていた。また暴走族も全盛期を迎えて検挙率も過去最大となり、町にはリーゼントヘアのヤンキーや女番長ことスケバンが横行した。このように少年たちが荒れた原因には高校全入運動や受験戦争への重圧が考えられるが、単純に教育問題だけに一括りにはできない社会問題と言われる。いやー、スケバンとかヤンキーはこの時代に流行ってたんだね。哲夫ちゃん一切喋ってない。あー、哲夫ちゃんガムテープ剥がされへんってことってもう縛られてるやんけ。確かに。あ、そうだボス、高校といえばベリベリ。あ、よかった。てか今までずっと手な縛られて口塞がれてる状態で喋りかけてる襟をサイコパスすぎやろ。見てくださいボス。いい加減この状況どうにかしろ。なんか監禁してる彼氏みたいな。身体の調査官が今すぐ対応できないなら、ボスがさっき言ってた霊感高校生に手伝ってもらったりできないんですか。あ、ミオちゃんか。だね。今回学校関係者が多いですし、学生の方が案外はかどりそうじゃないですか。さっき老朽云々言ってたやつが少年者、年少者を当たりすんのかよ。ねえ。いやいや、そうは言いましてもお江戸の昔から餅は餅やと申しまして。なんだ急に話かっぽく話しやがって。話かってそうやって書くんだね。へえ。うん。つってもそいつが今どこで何してるか知らねえからな。まあ、なんだ、この時間のこの場所に誰か巡り合わせてくれないものですかね。チラチラ。いない？ミオちゃん。あ、どっかにミオちゃんがおったらな。おったらな。いないな。あ、間違えた。この時間の巡り合わせてくれないものですかね。え、あとないよね。でも別に正面の警察官とか、いや喋れないんだよね。拷問なんやもん。そうそうそう、行くしかないか。白石家考えるとかは。あ、考えるか。午前9時、学生が学校にいてもおかしくない時間ではあるが、そう都合よく来るもんかね。都合よく来るもんでしょう。どうですか。え、いないんだよね。周囲、周囲、あー特に、うん、同じやね。変わらんか。うん、移動する。一回まあ家付近にいる、行くことで、うん、出くわすかな。あ、そっか、午前9時にじゃあリヒタたちもいたのかかな。はあ、あ、でもおらん。あれ、ほんとだ。この路地の奥に白石道夫の家があるみたいですね。二人で行って怖がらせてもいけないんで、まずは俺一人で行くのがいいですかね。ああ、なるほど。狭くて入り組んだ路地に住宅がひしめき合っています。俺たちみたいなよそ者がうろついてたら目立ちそうですね。まさに下町って感じです。考える。さて、白石の家の門はいるのかね。白石道夫が自殺じゃなかった可能性があるって話は、親族にはまだしねえ方がいいだろうな。うんうんうん、事件性があることをね、あんま言わない方がいいよね、うん、きっと。じゃあ誰がやったんですかみたいな話になってくるからな。うん、エリオ純のおちり。エリア奥にあるという白石の家を確認している。道路が狭いので確かに大の大人が二人で立ち止まってるだけで目立つそうだな。ああ、確かに。あれ、周囲って見たんだっけ。静かだな。普段は近所の人たちが賑やかに行き交っているんだろうが、
この町で凄惨な事件が起こっているせいか、みんな家に引きこもってるようだ。うんうん。こんなもんかな？あれ。話しかけられるわけでもない。あ、白石家か。うん、なるほど。行くか。えい。それじゃあ行ってきますね。さゆりは無事帰ってくるのか？ちっ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 ち、考えよう。ああ、同じかい。おお、勝った。うお、びっくりした。お、戻ってきたか。ああ、無事に帰ってこれたね。ボス、ダメでした。不在か？はい。いくらノックしても誰も出てきませんでした。しばらく様子を見てましたが、中から人の気配はしなかったですし、郵便受けには新聞が3部ほど溜まってました。そうか。ああ、そうか。じゃあ、まあ、状況的には一緒だ。ね？その、レヒタさんたちと。うん、中断するが。ああ、中断？エリアはやや残念そうに奥を見つめている。中断、ほんとだ！ほら。え？今は誰もいなそうですんで、一旦出直しましょう、ボス。何中断するって。はあはあはい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 はあ、今はこの先に進むことができないので途中からから再開中断する。なるほど。え、なんかじゃあ足りない要素があるってこと？なのか、これか。あー、それか。ここ進めないと、あ、ここ進めないとそもそも高校で会えないのか。あ、そうです、そうです、そうです、そういうことだ。それの可能性がある。なるほどなるほど、ザッピングシステムやな。途中から。はいはいはい。あ、移動場所選択。そかそか、そうだね。あったな。うん。奥田ちゃんと会話して、千の屋。駒形高校なんかな。そうだね。え、こんななんか静かに始まるの？てか、ヤコちゃんのターンでこんなに動けたんだっけ？いろんな場所。動いてたはず。そっか。いや、覚えてねー！ヤコちゃんの声も、ミオちゃんの声も。こうして、この時間、黒鈴ミオと坂崎ヤッコの二人は、この場所を捜索することに決めたのでありました。これ誰やねん？案内人か？案内人？あれ？あ、これね。うん。駒形高校におるから、あー、エリオジュンたちで高校に行けんや。なるほどなるほど。ここ。駒形高校前。あ、いるいるいる。オッケーオッケーオッケー。なるほど。駒形高校です。知ってるよ。いや、わかるわ。同じや。よしよし。ここだ。来た来た来た。なるほど。あ、校門間違えた。間を取ったら、ん？あいつ。てか、ミオちゃんってこんなちっちゃいんだね。確かに。はい。あれ、ボス、どうしました？そんなに女子高校生が気になりますか？言い方にも程がある。気になる。気になる決まってるだろ。ああ、気になる。なるぞ。こりゃ天の采配だ。おい、行くぞよりよ。女子高生だ。生の女子高生だぞ。ボス？くぅ、たまんねえなぁ。ねえ、哲夫ちゃん、そんなこと言うの。ああ、現場検証だ。ということは、なるほど。君が噂の老気法グレーの霊感高校生ってやつだね。どんなだったと思います？ズッキー。ちょっと、薄そうなイメージの。ああ。何ですか、それ。ああ、もうそんな感じ。こんな感じ、オッケー。ああ、いや、ごめんなさい、こっちのことです。堤さん、そう思ってるなら、環境を改善するよう言ってください。私だって、好きでただ働きしてるわけじゃないんですから。
それなら大丈夫。今回協力してくれたら何でも好きなものご馳走するよ、ボスが。で、高級寿司か。ああええありがとうございます。そんな高級お寿司だなんて。やだ、どうしよう。銀座でお寿司？そんなの初めて。お、やりましたね、ボス。心よく協力してくれるみたいですよ。まだ俺何も言ってねえんだがって感じる。え、そうじゃの顔。あ、寿司？決まんの早くね。かわいい。どうもごちそうさまです。え、お前も？もちろん。なんか漫才みたいで面白い刑事さんたちですね。ああ。ホテル前か。高級寿司やぞ。そうだぞ。いいのか。私周りで人も死んでるのに。あ、これあれか、あ、徹夜からな。うん。まだ監視側による現場検証が続いている。今どっちだってなったよね。正直この子らをこんな現場に連れてくるのは抵抗があったか。外は野獣馬が多く、安心して話をできる場所がここしかなかったから仕方がない。あとは黒筋にちょっと現場を確認してもらいたかったというのもある。あれよね、呪いが影響してるかどうかって多分ミオちゃんなら分かるんだもんね。分かるんかな。うん。いやー、それにしてもすごい偶然もあるもんですね。こうしてボスの知ってる子が同じ事案に関わってたなんて。普段若い相手の聞き込みはこいつに任せた方がスムーズだが、今回ばかりは一日の長がある。一日の長朝かな。一日の長。一日の長、へえ。今回ばかりは一日の長がある。俺の方が話を進めやすいだろう。いやー、でもごちそう一つで心をつかむからな。何がどう転ぶかわかんねえぞ。寿司で飯で釣ってるからな。まあミオちゃんに話を聞くのがメインだろうから。今軽く紹介してもらった坂崎やっこという女性とか、クロスズと一緒にいたか、もしかして友達か。お友達？まさか。もし友達だとしたらおじさん嬉しくなっちゃうと。よかったね。これはクロスズの印象が悪くなるような発言は慎んだ方がいいかもな。堤哲夫だけにな。ガーガー。二人とも JK たち真顔。私？詳しい話はミオちゃんから聞いてもらった方がいいかと。せやな。あ、すまんな。強いお友達だと思ってな。嬉しくなっちゃってな。クロスズミオ、身体の室長が発掘してきた娘だ。修行と称して心霊案件の調査や解決を無償で手伝わされていると聞いている。いや、さすがに報酬払ってあげてほしいけどな。俺から見たら元上司の弟子という関係だが、身体の在籍時は何度か世話になったりもした。おとなしそうに見えて非常に強い霊感と狡猾な霊どもにも屈さない頭脳や度胸を持つ。うんうん。が、どうしても暗いってイメージがつきまとうのは何なんだろうな。何なんだろうね。別に暗い、まあ、表情の問題なのかな。まあ確かにこう表情筋はやっこちゃんよりはなさそうだよね。なさそう。うん。で、お前様は今何をどこまで把握できてんだ。とりあえず分かってるのは、昨晩0時頃に何者かが呪力を増幅する霊野祭を発動して、本所七不思議の呪いを呼び覚ました。そうだ、霊野祭で冷たそうやねみたいな話した気がする。その理由は、蘇りの秘術を使うのに必要な祭根を、呪術を使えない人でも集められるようにするため。カスな、カス。カス。だと踏んでます。ああ、そこは俺も同意見だ。ついでに言うと、本所七不思議の呪いは全部で9種類。霊野祭の発動時、七不思議のゆかりの地に近くて、かつ
蘇りの秘術を強く求めていたものに呪詛玉が現れた。呪詛玉は最初に手に入れた落ち葉なき死を含めて今俺が3つ持っている。うんうん、おすごい、3つも。こちらは呪詛玉の一つ、バカ林を後ろにいるヤッコちゃんが持ってます。ああ、どうも、後ろのヤッコちゃんです。そいつが大丈夫なのか。できれば今ここで俺が預かりたいが。昼間は霊野祭の影響もないですし、ちょっと思うところもあるので。スネおじさん、わかった。お前さんがそう言うならバカ林については任せとくぜ。うんうんうん、でまだミオちゃんがおるからな。そうだね、ただちょっと怪しかったけどね、ヤコちゃん使ってたもんな。うん、取り込まれそうになってやってたもん、一回変態教師に向かって。そうそう、ダメって言われてめっちゃはーって中断されてたけど。堤さんは呪詛玉の回収をお願いできますか。私は霊野祭を止める方法を探します。ああ、わかった。そこは手分けした方がいいだろう。他の頭主に心当たりはないか。どこかで遭遇したとかは。おー、まあそれなら昨晩学校で。夜中に学校？あ、はい、実は。なるほどな。へえ、二人でコックリさんやったんだ、いいな。そこで呪詠と出くわしたわけが。よく生き残れたな。うん、どうにか条件は踏まずに済んだみたい。その時の呪詠は片手と片足がない女の人の姿をしていました。片刃の足かかな。うんうんうん、なんだと。片手と片足がない女性が関係する七不思議っつったら、おー、もう、おくり提灯だな。バカ林だな。あれ、そんなの出てきましたっけ。違う気がする。あれ、そうだっけ。私も違うと思います。く、めったに違うよ。よく思い出せ。片手と片足がない女性が関係する七不思議は、ケースの判断だな。ガあれ、そんなの出てきましたっけ。ああ、はい、ゾウちゃん片刃の足だろ。そりゃ片刃の足じゃねえか、やべえぞおい。何がやばいんですか、3回も間違えといて。その記憶がやばいよな。思い違いがひどい。うん、バカお前、片刃の足の頭主って言う。すごい、なんかいいな、この顔。片刃の足と、これじゃない、ねじま。あ、ねじま踏み近いな。だよね。林タバコって誰だ。ねじま踏み近い、自分で言ってた呪いじゃねえか。あ、そうでしたね。そうだとしたら、昨晩この学校にねじま踏み近いいたかもしれねえってことだ。で、ここへ面白すぎない。そんな躍動感ね、ならだけ。もちろん嘘をついてる可能性もあるが。でもおったもんな、足宮。うん。ねじまって誰？さあ。今足宮って名乗ってんだ。足宮のおっちゃん。おるー。ああ、まあまあまあ、まだ聞けそうだね。実はねじま踏み近って悪党が、この霊野祭に乗じて。今日の日没時に大量に呪い殺すって予告を？それに、警部さんの娘さんも命を狙われてて。ってわけで全力で捜査中だったから、正直ねじまの手がかりは助かる。改めて確認してが、昨晩学校にいたのは誰だ？私たちが把握してるのは、城之内先生と同級生の奥田さんかな。あとは、
アシミヤのおっちゃんもいたよね。え、今言ってた奥田って2年生の奥田ひとみさん？え、はい、そうですけど。ボス、昨夜この学校にいたのか。なんかあのヨシミの指導の関係で知り合ってたんじゃなかったっけ、うんうんうん、そうだよね。だしあそこで待ち合わせしてたのもその二人だったんじゃなかったっけ、うんうん、っていう。ん？あの奥田さんとはさっき会って話しましたけど、貸り主ではなさそうでした。会って話した？はい。それはそれでちょっと話を聞きてえな。奥田さんは警察がすぐ自分を疑うので話したくないと言ってました。なのでむやみに疑ったりしないと誓ってもらわないと話せません。ああ、なるほどな。そこは安心してくれ、別の事案だ。別の事案？もしかしてヨシミっていう警察官の件ですか？知ってるの？奥田さんはヨシミのこと何か言ってた？はい、じゃあその話も。なあ、どんどん増えてくね。でまだここも聞けそうだよね。うん、うん、昨晩学校にいた人っていうとちょっと不確定な情報ですけど、もう一人いて。他にもいたのか？実は奥田さんは昨晩城之内先生が呪い殺される場面を目撃したらしく。なんだと？情報多いな。いや、そうだったんだっけ。なんかあのそのお酒の子やん。ああ、そうかそうか。その時の様子だと。城之内は白石道夫に呪い殺された。その目撃された女性との人影が白石道夫だったってこと？はい、状況だけ聞くとそうとしか。やっこちゃん？もう一人貸し主が学校にいたってことか。実際城之内が呪い死んでるわけだから、そうなんだろうな。白石道夫かはともかく。ボス、まさか白石が化けて出たってことは。ほら、さっきの話もあるからきっと恨みが。落ち着け。心霊現象が実在するからって何でもありだわけじゃねえ。レジマがいて城之内を呪い殺した可能性も十分にある。うんうんうん、さっきの話でも、ねじまって片方の足片方の腕がなくなる状態にして殺すみたいなやつでしょ？まあでもそれがほんまかどうかは分からん。ああ、まあ確かに。そっか、からその全身挫滅にするやつなのかもしれん。うん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 、まだ聞けんのか。ところでその足見合って公務員だが何歳だ？いつからここで働いてる？どうしたんですか急に。私は転校してきたばかりだからよく。50代くらいで、だいたい半年前くらい前に来ました。それより前に何をしていた人なのかは謎で、みんないろいろ噂してました。まあ、捕まってたわな。なるほどな。あんがだよ。おかげでだいたい見えてきたな。まあ、鉄夫ちゃんからしたら、ねじまがイコールアシミヤなんだろうっていう考えにはなるよね。まあ、年齢とかな。うん。うん。一つ教えておくと、名前が広まりすぎた犯罪者は、無所からしゃばり戻った後、通名を使って仕事を探す例も多い。きちんと社会復帰を目指すには、その名前が邪魔になる場合があるからだ。まさか。通りなか。あ、通りな。うんうんうん。エリオ、現場の捜査官に公務員を確認させろ。夜勤ならまだ宿直室にいるかもしれん。はい、すぐに。いや、いないんじゃね。殴ろうとしてる。ねえ。ボス、ダメです。宿直室は朝から物気の殻だそうです。もともと事情聴取のために公務員の足宮を探していたそうですが、見つかっていません。え？
これは間違いねえかもな。一つ確認しときてえが、アシミヤの顔写真は残ってねえのか。そういえば、アシミヤのおっちゃん、写真撮られるのすごい嫌がってて、ずっと逃げ回ってた。エリオ、アシミヤを緊急手配だ。逃がすな。はい、本部に連絡します。いや、動いたね。ついに。野放しにしておけないからね、あんなやつは。まだ聞けるんだ。すごいな。なんか、すごい展開になっちゃった。うん。アシミヤのおっちゃんが過去の凶悪犯だとか、ちょっと、まだ飲み込めないんだけど。しかも、かしり主。怖い。無理無理。学校とか、そんな奴を一番、働かせちゃいけない場所じゃないですか。被害者が、被害がまだ出てないならいいが。ああ、つまりさ、その、大量の人間を呪い殺すっていうの、学校の生徒たち全員をみたいな、そういう感じか。一番手かけやすいしな。ああ、そういや私、ゆうべアシミヤのおっちゃんに、十素玉見せちゃったけど。何？そいつは危ないかもな。狙われるね。狙われるな。ねじま、いちいち貸し主を狙う必要はねって言っておいたが。無事でよかった。あれ、じゃあ、廊下でミオちゃんを襲ったのも、アシミヤのおっちゃん？ああ、私、ミオちゃんがまだ校舎にいるってこと言いそうだった。そう言ったら終わってたんだよね。終わってたな。そうなの？危なかった。言わなくてよかったかも。実はギリギリだったのかもな。いや、あの時若干アシミヤのおっちゃん信頼してただけに。そうやな。そう。まさかの展開ではあった。ほい。怖いな。早く見つかってほしい。早く見つかってほしいね。頑張れ、国家権力。鉄道さん。頑張れ、国家権力。あれ、一言？あなたも国家権力では。あ、終わった。終わったね。ねじま。で、お野菜。冷野菜。この冷野菜を止めるにあたって、今回の秘術、毎回言えないんだよな。今回の秘術や七不思議の呪いがどのように生まれたものなのか知りたいんですけど。ああ、だったらあの気難しそうな研究者が一番詳しいだろうが。ああ、名前が出てきません。新井氏。そうだ。はい、新井氏先生ですよね。どうにか話を伺いたいんですが。新井氏ってあの、なんかめっちゃ声高いですよな。そうそうそう。なんとかだと思うんだよねって。おお、そうか。この学校の講師だからあんたら顔見知りなのか。生徒が訪ねてきたなら話してくれるかもしんねえな。新井氏先生がどこにいるかご存知ですか？ああ、わかる。聞いた。俺らじゃあ詳しく話してくれねえ。お前ら、ちょっと訪ねてみてくれ。奴はいつもこの喫茶店で書類を書いている。あ、そんなこと言ってたっけ？亀沢かな、どっちだろう。亀沢の喫茶店黒木郷ってとこですね。ありがとうございます。行ってみます。でも、高速で喫茶店の立ち入りは禁止されてますけど。え？そんなんあんの？そんな高速あるんだ。何それ？え？女子高生絶句すんで、そのような。ねえ、ちょっと今のスタバって、そう、JK 考えられない。スタバリーズって、ドトール。制服での立ち入りがダメってだけだよね、さすがにね。じゃないかな。うんうんうん。かばわん、俺が許す。よし、国家権力が許した。ありがとうございます。ああ、それでいいんだ。いいんや。よし、喫茶店長いするぞ。やった、くつろぐぞ。何者かが意図を持って今回の事態を引き起こしたはず。なんとか突き止めたいです。で、これは意図ない方が一番怖いからな。そうだね。何も無自覚でこの冷野菜始めちゃいましたって、へーってなったら、そう、恐ろしい存在すぎる。ひとみちゃんのことだね。じゃあ、あとは奥田さんは吉見という警察官から頼まれたことがあると言ってました。頼まれたこと？
何頼まれたって言ったっけな。あーはいはいはい、よしみからお守りを預かった。はい、それと白石さんが持っていたはずのもう一つのお守りも探してほしいと。何のお守りでしょうかボス。思い当たるものはねえが、呪詛玉だったりするのね。ワンチャン呪詛玉ねえ。よしみが死ぬ前に危険を察知して頼んだなら意味ねえってことはねえだろうな。うんうんうん。白石さんの遺留品にお守りっぽいものはありませんでした？確認してみるが、そこにあったならよしみがとっくに回収しただろうよ。うん。あ、お嬢さんたち、奥田さんの連絡先は教えてもらえないかな。できればよしみはお守りについて直接会って確認したいのだけど。どうでしょう、よしみさん以外の人に心を開くことはなさそうでしたけど。俺らじゃダメかな、よしみとは友達なんだけど。エリオさんたちはそんな怖い人じゃないとは思いますけど、やっぱどうしても自分が疑われるっていう気持ちが拭えないみたいなので。正直なところ私たちに対してもだいぶ警戒してる感じだったから。そうか、そんなら例えばよしみの婚約者ってやつならどうだ、会ったこともあるんじゃないか。あ、婚約者さんとは会ったことあるって言ってました。そうですね、その人ならもしかしたら話してくれるかもしれないです。なるほどな。捜索を急ぐか。いや、哲夫ちゃんたちもみおちゃんたちもこう調べなきゃいけないところが多いね。うん。あ、連絡つかないんですか、それは心配ですね。うん、あ、まだいけそうだね。は、長沢真由ってのがよしみの婚約者だ。はんはん。そいつを見つけたら連絡させる。初めて出たよね多分名前かな。うん、なんか見覚えがなさすぎる。わかりました、その人になら奥田さんの連絡先を伝えます。あとそうだ、堤さん、奥田さんが言うにはもしよしみさんの身に何かがあった時はそのお守りを本庁の中越さんにって話をされたそうなんです。何ってことは中越案件か。うん、よしみがどうしてそれを。確認してもらえますか。ああ、一応聞いてみるが、あそこな、連絡がつくのかどうか。もしかして、身体関連の人ですか。まあな、中越ってのが室長なんだが、いつも不在なんで、正直よくわからねえ。ああ、鳥に報告するみたいな言ってたもんな。あ、言ってたな。うん。存在自体が秘密というかシンボルつうか、俺も直接会ったことねえからよく知らん。あの鳥自体が中越の可能性あるけどな。まあね、鳥の名前が中越。とりあえず新店の担当事案を関係者は中越案件って呼んでるわけだ。え、どういう組織なんですかそれ。あー、まだいけるね。奥田さんが探してるっていうお守りが重要な鍵なのかもしれないですね。終わり。やっこちゃんとは話せるかな？あの、さっき言ってた白石道夫の話って何ですか？恨みがどうとか、道夫ちゃんのこと何か知ってるんですか？まあ、君は？いや、後ろのやっこちゃんや。白石道夫の友人です。そもそもはあの子を蘇らせたくて。はあ、なるほどな。いろいろ教えてもらったからな。こっちも話やれ、エリオ。わかりました。これはあくまで可能性の話だけども。はい。再見分？再見分？うんうん。再見分の結果、白石道夫さんは自殺じゃなく、事故死の可能性もあることが分かったんだ。あ、やっぱり、事故？
猛スピードのワゴン車やトラックが衝突したら同じ状態になる可能性があるって話だけど、その見聞は吉見が進めていたものだから彼は自殺じゃないと信じていたのかもね。うわ、びっくりした。こう全然びっくり要素とかホラー要素じゃないところで心臓が演出にやられてる。ああ、ワゴン車、猛スピード。ん？やっこちゃん、どうかした？大丈夫？なに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 、あ、ああ、え、やこちゃん、やこちゃん、は、ワゴン、運転席に男、その隣、助手席に若い女、やこちゃん、なんか夢みたいやったっけ。え、なんかそんななかった、あったっけ、そんな、やば、覚えてねえ。は？あ、はい。あれ、私、気がついた。大丈夫？汗すごいよ。うん、大丈夫、多分。ごめんなさい、お騒がせしました。まあ、大丈夫ならいいけど、驚いたよ。なんかあった気するけどな。そっか、いやー、ちょっと後で自分たちの実況見返そう。よしみさんがみちおちゃんのこと相談に乗ってくれてたんですね。でも肝心なことは何も話してくれなかったらしいから、白石さんがどんな事情を抱えていたのかはこちらもよく分かってなくてね。そうなんですね。城之内が白石さんを恐れる理由って何か知ってる？それは、うまく説明できるかわからないですけど。なるほど。まあ、だいたい察した。大丈夫。ありがとう。あれよね、弱み握って恐喝していろいろ脅してて、っていうので恨みを買ってる可能性はあるよって話だったんだよね。ああ、すみません、説明うまくできなくて。ジョの血が握ってた弱みってのが気になるところだな。みちおちゃん、一体何が。話す。まあ、これぐらいなのか。そうだね。でも話すにさ、ミオちゃんもエリオもチェックついてるけど、ヤッコちゃんにはついてないんだよね。考えるとか。ああ、これがある。現場。現場何も見てない。見てなかった。あのロープ、あれ何ですか？ヨシって。ヨシのやつやん。まあ。確認のやつやん。本当だ。あれは被害者である城之内があの辺りに倒れていたっていう目印ですよ。遺体を片付けた後も現場がどんな状況だったか、あのロープで残して検証を行うわけです。現場電子です。わぁ、なんか生々しくて嫌だ。手足の形がすごいことになってるし、怖っ。これ手がこれとこれで足これとこれかな。指差し確認、よしの猫の。こっち頭のね。そうそうそう。ヘルメットかぶった猫の。確かに。おい、エリオ、怖がってるじゃねえか。一般の子に、そんな話は刺激が強いだろうが。ねえ、ボスがそっち見てたから、あの子が聞いてきたんじゃないですか？発見現場、まだ見れそうだな。冗談はともかく、クロスズよ。あの現場はどうだ？直に見せてもらって分かった。あたり、呪いの力少し残ってる。やっぱりそうか。城之内教諭は、七不思議の呪いの力で殺されたってこと。強い呪詛が発動すると、
どうしても痕跡は残るから。まだいけるか。ねえ、ミオちゃん落ち着いてるけど、こういう事件現場とかも慣れてるの？いや、そんな慣れてはいないけど、何度かは遭遇してるからかな。あれ、そうか。前に聞いた話だと、霊障にあった凄惨な遺体を平気な顔で検証して頼もしかったそうだぜ。ああ、堤さんやめて。そういうこと言うとまた変な印象が。お、すごい、ミオちゃんプロだね。プラスに働いた。そう？うん、私は立派だと思う。堂々としてなよ。どれだけ死体平気でも。いや、そう言われるとなんか微妙。うわー、久しぶりに聞いた。ミオちゃんなんか微妙って結構言うよね。あ、言ってたはず。うん、やし、うん、変な発言は慎んでおくか、堤だけにガーって言ってるやんけ。おい、哲夫ちゃんデリカシーがないわ。印象悪くするような感じのこと言うてるやんけ。ほんとだよ。あれ、ボス、鑑識班が呼んでますね。ちょっと行ってきます。お、頼む。ボス、現場から少し離れた場所にこんなものが落ちてたそうです。なんだ？地層玉？違う。こりゃ、リボンか。わーお。これ、みちおちゃんが髪につけてたリボンじゃないか？つけてたと思うわ。つけてたよね。お下げの。おれ！はーい。盛り上がり方。はい。髪を留めるためのリボンのようですね。あ、そのリボン！坂崎さん？何か心当たりが？それ、みちおちゃんがいつもつけてたリボンです。何だと？それじゃあ、本当に白石さんがここに現れたってこと？相変わらず躍動感がすごい。この二人すごいよね、動きあるよね。間違いないのか？はい、私も同じのを一緒に買って家にしまってあるから間違いないです。おー、やっこちゃんがやってんじゃねー、この。なんか気づいたらさ、家に帰ってたみたいなさ感じの描写だったよね、確か。うんうんうん、記憶なくして、うん、やっこちゃんの仕業に、やっこちゃんじゃないわ、みちおちゃんの仕業にしちゃおうって。そうそうそう、そのお下げにわざわざしてさ、やっこちゃんお下げにできるぐらいのあるしな、ねえ、長さあるよね、もうよで一緒に持ってるでしょ、うん、で、鉄尾ちゃんは無理だろ、制服着てお下げにして。おじさんのコスプレ。本当かよ、まさか蘇ったとでも言うのか。まさか。あー、発見現場はこれで OK で、あ、ここで話すが使えるのかな。もし、みちおちゃんが、蘇って生きてるのなら、一体、どこに行っちゃったんでしょう。さあな。教師にやったように、他の奴に復讐にでも行ってるのかね。そんなに許せない相手がいるもんですかね。岩井勘吉郎？勘吉郎。うん。そりゃ、例えば、事故死だったとしたら、その相手とかか。ああ、うん、うん、うん。もし、本当に白石さんが蘇ったのだとして、せっかく奇跡的にもう一度生きられる機会を得たのに、それで果たすことが復讐って、なんだかとても悲しい気がする。うん。やっこちゃん。あんたなんか隠してるやろ。やっこちゃんがやったんじゃない？うん、やったっぽいよね、なんかね。やっこちゃんからやったちゃいになる。くだらねえ。ちょっと待って。すべられる。待てね、みよちゃん。今は
私たちから話せるのはこんなところだと思います。くだらねえ。おー、ありがとう。貴重な情報がたくさん得られた。俺らはねじまふみちかと長沢まゆの捜査を急ぐ。あとは白石道夫の家にも念のため寄っておきたいですね。しばらくこの学校を中継場所にしよう。何かあったらここにいる捜査官に伝えといてくれや。わかりました。ありがとうございます。私たちは新石先生に話を聞いて呪いの解除方法を探ります。じゃあボス、俺たちも準備ができたら移動しましょう。いやー、まあここはもう多分用がないんだろうけど、うんうんうん、怪しいですよ、やっこちゃん。やったちゃん、やったちゃんなんじゃないですか。長沢まゆとかいう長なのかまゆなのかさぬぎなのかよくわからない名前の子もおるし、おるし。あー、一旦ここで区切るかでいいかな。うんうんうん、じゃあやったちゃんです。やったちゃんですね。